では、吉田先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、田中先生、どうも丁寧なご紹介いただきましてありがとうございました。信州大学の鷲塚でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは資料の方、画面の共有をさせていただきます。本日は産業保険の現場で知っておきたい双極性障害、視察防止の視点を踏まえてということでお話をさせていただきます。今日、聴講されている方々が多岐にわたっておられまして、双極性障害のことを全くご存じない方も、分かっていただけるんではないかというような形で今日スライド、講演内容をまとめましたので、ちょっとこんな話は十分知ってるよっていう方にはちょっとご不満の残る点かもしれませんけれども、どうぞご容赦ください。それではまず、うつ病と躁うつ病、双極性障害、一体これは何が違うのでしょうかというところからお話をさせていただきます。うつ病と躁うつ病、実は同じ病気じゃないかというふうに考えて、おられた方も少なくないんではないかと思うわけですが、実はこれは今異なる病気というふうにされています。うつ状態だけが出現するうつ病に対して、うつ状態と躁状態を周期的に繰り返す病気を躁うつ病と呼びまして、何が違うかといいますと、主たる治療薬が異なるわけです。で、この治療薬が異なると、例えば双極性障害の方、躁うつ病の方にうつ病の治療だけをしていきますと、かえって病状が悪化する、中にはですね、本日の一つのテーマになっております自殺に結びつくような非常に危険な状態に陥ることもあるので、この両者をしっかり鑑別診断するということはとっても大事なポイントになります。ただ一般市民の方にはですね、両者が混同されることも少なからずありますので、躁うつ病の方を双極性障害と呼称するようになったという、そういう経緯がございます。ただこのうつ状態だけを見ておりますとですね、皆さんはもちろん私たち専門医でもですね、この人はうつ病なのか、あるいは双極性障害なのか、区別がなかなか難しいわけです。で、最初はうつ病というふうに診断された人が、後になって双極性障害に診断が変更されるということも、これは珍しいことではございません。で、簡単に、うつ状態、躁状態の振り返りをしてみたいと思うんですが、うつの症状としては、もう著しい気分の落ち込みがあることはもう当然のことなんですけれども、何事に対しても興味が湧かない、喜びを感じない、普段だったら楽しいと思えることに対してもですね、関心が持てなくなる、そんなところが一つ大きな特徴かと思います。その他、食欲の低下、それに伴う体重減少、あるいはですね、食欲がかえって出過ぎてしまって過食になってしまう方、また体重がどんどん増えてくる、そういったうつ状態を呈する方もいらっしゃいます。眠れない、いわゆる不眠ですけれども、それとともにですね、逆にこう睡眠時間が非常に長くなって過眠を呈する方もおられます。不眠も非常に辛いんですけど、過眠もこれ起きられないものですから、なかなかその出勤ができないっていう問題とつながってきますので、これも患者さんにとっては非常に辛い症状かと思います。から頭も体も働かない、精死という症状を伴うことがよく見られます。気持ちが落ち着かず、じっとしていられない焦燥感、それから集中力が続かない、あるいは物事を決めることができない決断困難というような症状も往々にして認められまして、これは産業の保険の現場ではですね、なかなかこう物事を判断できない、決められないというのは仕事のできるできないにすぐ直結してくる問題ですので、なかなかこれも辛い症状かと思います。から疲れやすさとか気力の低下、そしてまた罪悪感を感じすぎるというようなところもうつの特徴かと思います。そして、死にたい気持ち、いわゆる起死念慮というものが生じたり、あるいは具体的な自殺の計画を立て始めると、いったところになると、もかなり重症のうつというふうに考えていただいていいのではないかと思います。それでは躁状態の方についてのご説明をさせていただきます。
まず気分が非常に高揚してまいります。いわゆるテンションが高いという状態になってくるわけです。で非常に機嫌がいい場合もあるんですが、その調子の良すぎるところを前の人からたしなめられたりしますと、もう非常に怒りっぽくすぐにカッとなって怒鳴り返すなんていうのことが見られたりすることもあります。この移動性も特徴かと思います。非常に自分のですね、実力を超えた古代的な言動が増えてきたり、中にはその妄想に発展する場合もあります。古代妄想というものもこのそう状態の一つの症状として捉えられます。それからですね、うつの時は眠れなくてつらかった、不眠という症状があったわけですが、そう状態になりますと実は眠らなくても平気になっていきます。これは不眠と何が違うかと言いますと、患者さんは眠れないことに対して全く苦痛を感じていないので、これは医学的に言いますと睡眠欲求の減少ということになります。全然眠れない、2時間3時間しか私は眠れないんだと非常に辛そうに訴えるのがうつの方で、そう状態の方はですね、2、3時間眠れればもう絶好調ということで、そういう方は3時間寝ただけでですね、非常によく眠れていますというように私たちにお話をされるので、このあたりは睡眠リズムをしっかり聞かないとですね、この睡眠欲求の減少という症状をなかなか捉えられないことがあります。そして口数が多く喋りすぎると多弁という症状ですね。そしていろんな考えが頭の中にあふれてくる観念本一という症状もよく見られます。いろんなアイデアが湧いてきて、そのアイデアの中にはですね、非常に素晴らしいアイデアもあるんですけれども、注意がすぐにそれてしまう、すぐに気が散ってしまう注意散漫という症状を伴ってきますので、いいアイデアを一つの仕事にこう結びつけると、それを最後までやり遂げるということはなかなか難しいということになります。で、活動的になり、じっとしていられない多動という症状であるとか、中にはですね、思いつくままに借金をしてまでの買い漁りをする、現在はですね、お店に行かなくてもインターネットを使って簡単にショッピングを楽しめるという時代になりましたので、本当に一晩に100万円単位でお金を使ってしまうということが冗談でなくこういった方たちに起こりうるということで、これは非常に危険な症状かと思います。その他、性的無分別などの社会的自殺行動が見られることもあって、これらは快楽的活動に熱中という形でくくられます。さて、双極性障害はですね、実は2つのタイプに分けることができます。双極性障害の1型と2型という2つのタイプがあります。まずこれ誰が見てもですね、今この人明らかにテンション高すぎるよねということが分かる激しい躁状態が出現するのがこれが1型です。それから非常に仕事がよくできてですね、夜も寝ないでバリバリ仕事をして業績をちゃんと出すなんていうタイプの人が実は双極性障害の2型と言われる、その軽躁状態であったということが後になって気づかれるようなこともあります。で、この2型はですね、本人にもそれから周囲の方にもですね、うつの症状はもう明らかにはっきり分かるので、うつ病と感じられることが実は多いわけです。うつを何回も繰り返している方、ちょっと良くなったから復職をしてきた、しかし会社に戻って数ヶ月するとまた落ち込んでしまうと、これを繰り返している方っていうのは実は双極2型障害であるという可能性もある場合が、で予防療法をしないと多くは再発してしまいまして、年とともに再発までの期間が短くなる傾向がありますので、躁状態、1回でも激しい躁状態を経験されている方であるとか、起死燃料を伴うようなうつ状態を繰り返した方とか、そういった方はもうこれはですね、生涯にかくわたって予防療法をしていただくというようなことを考えていただくこともあります。これは今お話ししたことをテーマにしたものですけれども、双極1型障害は1回以上の双極エピソード、もしくは混合エピソードというのは、双と渦が入り混じった非常に焦燥感の強いイライラした不機嫌な状態なんですけれども、この双極エピソードが1回でもあればもう双極1型障害と診断していくことになっています。もっと双うつ病と昔は言われていた病気ですから、うつ病エピソードを生じることもあるんですけども、うつ病がなくても1回でも躁病エピソードがあれば双極1型障害と診断されます。
ここで実際の症例を出してみたいと思います。私が経験したケースを、個人が特定されないように改変してお示ししています。これは20代の男性の会社員です。X-2年、就職して半年ほど経った頃、抑うつ気分、意欲低下、集中力や注意力の低下、それから意疲労感、不眠などが出現、業務が十分にこなせないことから、上司より精神科受診を勧められました。で、初診時にうつ病という説明を受けまして、抗うつ剤と睡眠導入剤の投与が開始されました。この薬物療法を続けたことと、それから職場が配慮をしまして、負荷の少ない部署に移動したことの相乗効果によって、疲れやすさは残っていたんですが、仕事はこなしておりました。症例の続きです。X 年、最初のうつ状態で発病してから2年経っていますけれども、多便、多動、気分の高揚、古代的な言動、睡眠欲求の減少、観念本一、注意散漫などが出現しまして、社長室とかですね、役員室に乗り込んでいって自説を述べるというような、逸脱した行動が見られるようになってまいりました。でこのため社長のもう直接の指示で産業医が診察したという経緯があります。で、そう状態との判断で、産業医のほか保健師さんたちもついてきたんですが、元主治医を受診しました。でこの時に双極一型障害に診断が変更されまして、治療薬が大幅に変えられました。気分安定薬であるとか否定傾向性診療薬といったお薬が開始されるとともに、両親に連絡が行きまして、ちょっと遠方におられご実家がある方だったので、 ご両親が実家に連れて帰って仕事は休職となりました。実家近くの病院で3ヶ月の治療を行いまして、上気の症状が改善したためリハビリを経て職場復帰したと、そういう経緯がございます。双極一型障害の一つの典型例、というふうにお考えください。それではこれ双極二型障害のシェーマです。1回以上の軽装病エピソードが生じた気分障害なんですが、実は大うつ病エピソードが生じたことが診断に必須でございまして、装病エピソードや今後エピソードとは生じたことがないということが必要になっています。これはなぜかというと、軽装というものを客観的に捉えることがなかなか難しい。どこからが軽装状態で、どこまでは普通の人の元気なのかという区別がなかなか難しいわけです。一方、うつはもうこれはご本人はもうはっきり分かりますし、周囲から見ても分かりやすい症状なので、うつのエピソードが1回以上あるということが、この双極二型障害の診断には必要になってまいります。症例をこれもお示ししたいと思います。40代の男性会社員です。37歳の時にうつ状態になりまして、3ヶ月休職されました。その後は真面目に精神科医の通院を継続されておりまして、この方は休職が明けて復職してくると非常に精力的に仕事をこなして業績も実際に上げてこられました。で、真面目にうつ病のお薬は飲んでらっしゃるんですが、それでもうつ状態が何度か再発してしまって、39歳、40歳、42歳とそれぞれ1ヶ月から3ヶ月の病気休職を繰り返しました。42歳の時の再発に際しまして、産業医が上司と面談をしたわけですが、その時にですね、上司の言うところでは、元気な時は人一倍頑張りも効くし成果もきちんと出す一方で、意図的怒りっぽくなって独断専行が目につくようになる、ところが鬱になると仕事が手につかなくなって会社に申し訳ないと自責的になって、元気な時と鬱の時との差が大きすぎるというお話を産業医は聞きました。で、ここのスライドにはお示ししておりませんが、上司が言うにはですね、何人かで仕事をしている部署なんだけれども、その元気な時はこの人が頑張っても自分の仕事を一生懸命やるので、周りの人もなかなか帰れないとかですね、あるいはちょっとしたミスでこの方がすぐ怒るので、非常に仕事をやるのが大変になった。で、職場の人間が言うには、この人が早く鬱にならないかなというようなことを、噂話の一つとしてですね、お話をされているなんていうようなことも、この時3人に話がございました。
まりですね、ご本人はうつが非常につらいわけですけども、周りの人はその躁状態が、躁状態というか軽躁状態が、実は周りの人にとってはちょっと困るという症状であって、早くうつになってくれないかななんていうことを、まあ、言っていたと、まあ、そういうことでございます。でご本人の了解をまして、産業医がこのような病状、会社での様子をですね、主治医に伝えたところ、この診断が双極二型障害に変更となりまして、で、ここで治療薬が大幅に変えられることになりました。でこの後は休職をせずに仕事を続けておられます。でこのケースも踏まえてちょっとお話をさせていただきますが、双極性障害と周囲の人々、これどのように双極性障害という病気を捉えているかというと、ご本人はうつ状態を深刻に考える一方で、躁状態は軽く考える傾向にあります。一方周囲の方たちは、まあ、躁状態ははっきり言いますと迷惑と思う一方、うつ状態を軽く考える、そういう傾向があります。でご本人と周囲の方々の間にギャップが発生してくるわけです。でこれをどうするかというと、この気分が安定しているときにですね、病気について産業保険スタッフであるとか、あるいは信頼できる、信頼関係がしっかりできている上司とであればですね、この病気についてよく話し合っておくということが一つ大切なポイントなのではないかなと思います。で特にこの躁状態が出現するときに、どんな症状が会社で見られるようになったら、これ注意しなければいけないのかということを、まあ、ご本人と前の方との間でですね、あるいは産業保険スタッフとの間で確認をしておくことが重要じゃないかなというふうに私は考えています。そしてもう一つちょっと症例を提示させてください。これも双極二型障害の方です。20代の女性の会社員で、この方はもともとの性格としては真面目で几帳面だったというふうに伺っております。経過ですが、お客様からクレームを受けた後から精気がなくなり、朝起きられず遅刻するようになったということのようです。で仕事のミスも増えてきて、まあ、非常に調子が悪そうに見えるので、精神科を受診したらどうかということを勧められて受診されました。でこの方もうつ病と診断されて、診断書が出されまして、病気休職に入っています。で抗うつ薬を飲み始めたんですが、まもなく改善したということで、3週目には職場復帰してまいりました。これ産業保険の現場の実務に当たっている方なら、ちょっとこれ不思議に思ったと思うんですが、中にはですね、お薬を使ってあっという間にうつが改善してくる方っていうのがいらっしゃるわけです。うつ病での社員の対応で苦労されている方は、例えば半年とか1年休職が続いている方、抱えていらっしゃる方も少なくないと思うんですが、非常に短期間でこれ復職してきたということが一つこれ注意しなければいけないポイントです。でこの方は職場復帰した後、その病気以前にもまして精力的に仕事に打ち込んだということですし、でその後ですね、夜は同僚や後輩と飲みに行って気前よくおごる姿が見られた。これ20代の女性社員が周りに気前よくおごる姿というのは、やっぱりちょっとこれはまあ、そういう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、やっぱり普段とは違うんではないかということをちょっと考えなければいけない点ではないかなと思います。しかし半年後には気力が低下し、職場では無理をして笑っているようになり、過眠、過食、強い倦怠感、それからリストカットなどもされるようになったため、再び療養に入りました。でこの方は社交的であったので、お友達が会社の中にたくさんいらっしゃって、同僚がお見舞いに行って話し込んでいるうちにですね、だんだんこの方はその場で元気になってしまって、その夜は一緒に飲みに出かけたそうです。で気分の変動が激しくて、友達とはしゃいだかと思えば全くベッドから起きられないような日もあって、これは本当にうつ病なのかと疑う人もいたというふうに伺っております。で次第に周囲の方の関心が薄れて、で、ある日自室で胃ケア仕掛けているところを家族が発見して救急搬送されたというような経緯もございます。エネルギーがですね、枯渇しきれないでちょっと残っていてですね、少し何かこう周りご本人にとって楽しいこととか明るい話が聞いてしまうと、そこでふっと気分が持ち上がってしまう、そういったことも双極二型障害の方に認められることがあります。なかなかだからその病気なのかということを疑われてしまうというのもこの方のつらいんですが、その後またドーンと気分が落ち込むものですから、
本当に病気なのかねなんて話している間に自殺祈祷されてしまうというような危険性があることも、これはご注意いただきたい点かなというふうに思います。で、双極性障害は躁うつ病という非常に分かりやすい気分の変動がありますので、診断が実は簡単のように思われるかもしれませんが、非常に実は難しい疾患です。これはうつ状態で発病すれば、もちろんこれは現在の診断基準でうつ病と診断するほかないわけです。で、双極性障害は 67%、 約3分の2の方はうつ病相で病気が始まります。からうつ病の患者さん約560名の方を11年間追跡調査したところ、 3.9% が双極1型、 8.6% が双極2型障害に診断が変更になったというような話もございます。それから若い人、20代に発症したうつ病の患者さんを15年間追跡調査したところ、19% には躁病、27% には軽躁病が出現したということで、約半数の方はですね、双極性障害に診断が変更になったと、そういった研究もございます。で、これは双極性障害を発病してから、その後うつがどのくらいの期間あるのか、躁の期間がどのくらいあるのか、そして寛解期と呼ばれる気分が落ち着いている時期がどのくらいあるのかということをグラフにしたものですけれども、上が双極1型障害で、平均13年近く、追跡調査をしております。そうすると発病した後うつ病である期間がだいたい 32% ぐらいで、その後躁病とか軽躁病相を呈した期間がだいたい 9% 強ぐらいというところで、うつ病の期間が双極1型障害も比較的長いわけです。で、下が双極2型障害でありますけれども、病気を発病してからですね、半分の期間は気分的には安定してたんだけれども、その病気である期間のほとんどは実はうつ病の症状を呈していたと。軽い躁病であるとか、混合病相と呼ばれるうつと躁の入り混じった状態を呈していた期間はわずか 3% ぐらいであってですね、多くの期間はうつ状態を呈していたことを、ここで示しているわけです。つまりうつ病相の占める割合が高いので、先ほど申し上げましたけれども、双極2型障害はうつ病のように見えて、実際うつ病というふうに診断されて、治療を受けている方も少なからずいらっしゃるのではないかなということが、こちらのグラフから読み取れるわけです。からもう一つ、双極性障害の診断が難しい点として、軽い躁病、軽躁病エピソードが見逃されやすいというところがございます。非常によく使われている DSM という診断基準では、社会的または職業的機能に著しい障害を起こすほど重篤ではないと、これは躁状態の定義なんですけど、躁病の定義を著しい障害を起こすほど重篤ではないというふうにしています。著しい障害を起こすほど重篤ではないというのはじゃあどの程度なのかという点、このあたりはやや玉虫色になっているというふうにお考えいただいていいと。実際過去にですね、躁病とか軽躁病の起因がある、そういったエピソードがあった、うつ病の患者さんというのはですね、初診の時に過去にそういう躁状態のエピソードがあったのにもかかわらず 37% うつ病と診断されたというような、ちょっと古いこれは研究ですけども、そういった報告がございますし、では周りの親族の方からの情報を聞けばより正確な診断に結びつくかというと、必ずしもそうとは言い切れなくて、1人の親族からの情報だけでは 15% しか正確な診断と一致しなくて、4人以上の情報を得たところで 64% の一致度が得られたと、正確な診断と一致したというような話もございます。つまり何を言っているかというと、ご家族も軽い躁病エピソードは病気の症状だと思ってないということです。この人はもともと元気で、元気者だから、この人の普通の状態がこれなんですという、そういう意識なんだろうというふうに思われます。ということで、双極性障害の患者さんが過去に受けた診断がここにまとめてありますけれども、うつ病と診断された方が 60% ほどございます。その他、不安障害が 26%、 それから統合失調症が 18%、 それから先ほどリストカットを呈した女性の方を症例提示させていただきましたけれども、境界性のパーソナリティ障害などというふうに診断されている方も 17% ぐらいだと。また気分の変動が非常に激しいので、その例えば躁状態からうつ状態に行くときには患者さん非常に苦しいわけです。
それを紛らわせるためにアルコールなどに走ってしまう方もいるわけですが、アルコールとかあるいは薬物ラインにつながる方も一定数いるということが分かっております。まあ、こういったことからなかなか診断が難しい上に、さらに昨今一つ問題になっているのは、発達障害と気分障害の鑑別も難しいということが言われるようになってまいりました。大きく分けると自閉スペクトラム症と注意欠如多動症 ADHD に分けることが発達障害の場合できるかと思いますが、自閉スペクトラム症というのはいわゆる空気が読めないといいますか、社会的状況の読み取りが非常に弱いわけです。だから場にふさわしくない行動とか、あるいはその興味関心のあることを一方的に話してしまう、一方的な発話をもたらしやすいということがありまして、これらが躁状態の抑制欠如や多弁と酷似するという点がございます。それから ADHD の場合はもちろん多動が見られるわけですし、それから感情のコントロールがなかなか難しいというようなところもございます。これが躁状態における多動とか行為深刻、それから非刺激性切れやすさなどと酷似してしまうものですから、私は気分障害の専門的な外来もやっておりますけれども、紹介されてくるケースの中に、こういった発達障害の一部の断面を切り取って双極性障害という診断をつけて紹介されてくるケースであるとか、あるいは双極性障害と発達障害が両方合わせ持っている、そういった患者さんが紹介されてくる場合もございまして、これ両方持ってらっしゃるとなかなかの職場でですね、周りと、一緒に適応を上手にしながらですね、仕事をしていくことが難しい一つの要因になってしまうのかなというふうに考えています。で、双極性障害の診断がつくまでですね、およそ3名以上の専門医も渡り歩いて、双極1型の診断が確定するまで 7.5 から 8.9 年、双極2型の診断が確定するまで12年ぐらいかかるよというようなことも、これ20世紀の初頭には言われておりまして、現在は逆に精神科医の方がこの病気に対して非常に敏感になってですね、もっともっと早く診断がついてくるケースたくさん見られるようになりましたけれども、一方ではまだ診断が遅れてるっているのではないかと思われるケースもある一方で、他の疾患と双極性障害をちょっと見誤ってですね、双極性障害を過剰に診断しすぎるような嫌いがないわけでもなくて、そういった点も含めるとですね、ご家族とか職場などとの我々主治医との意思疎通、情報共有というものもやっぱりますます重要な意味を持ってくるんじゃないかなというふうに考えております。そしてですね、冒頭でも少しお話をしましたけれども、双極性障害をきちんと鑑別しておくことの重要性について改めて申し上げたいと思います。双極性障害に対してですね、うつ病の治療薬である抗うつ薬は慎重投与しなければならないということが、私たち専門医に対しては非常に厳しく言われております。これは抗うつ薬を使うことによってうつだった方が今度は急激に躁状態に陥ってしまったりとかですね、あるいは躁とうつを本当に短期間で繰り返し急速抗体化というような現象が起きる場合があるんですが、まるで患者さんにしてみればですね、ジェットコースターに乗って上がったり下がったり上がったり下がったりしながら人生を送っているようなことになってしまいまして、これは到底働ける状況にはなりませんので、そのリスクを減らすためにも抗うつ薬の投与は慎重にしなければいけないということになっています。さらに抗うつ薬がですね、不必要にネガティブな気分を煽り立ててしまって、例えば衝動性であるとか自殺燃料を高まらせるという、そういう危険性も指摘されているものですから、うつ病と診断することと双極性障害と診断することの区別、そして治療薬の選択には非常に慎重さが今求められております。それから治療方針がですね、うつ病の場合はまずそのうつ状態を治すということに集中すればいいわけですが、双極性障害の場合は例えばうつ、例えば躁状態、今見えている気分の状態をとりあえず落ち着かせてもですね、その後再発予防に対して十分な注意を払わないと、すぐにまた逆の病巣、例えば躁状態だった方がうつ状態に陥ってしまう、うつ状態だった方が躁状態になってしまう、こういったことが起こりうるものですから、治療方針が全く異なるということも、これ重要なポイントだろうと思います。
まあ、双極性障害を示唆するうつの臨床特徴というものが盛んに今研究されておりまして、つまりこういったことでですね、うつ病のように見えるんだけれども、治療を続けていくとこの後双極性障害に診断が変わるかもしれない、その特徴は一体何だろうかというものを探ってみますと、うつ状態の時にまず過眠や過食を呈する方、まあ、眠れないではなくてですね、眠気がいつまでも続いてちっとも昼間起きてられないんだというような方には注意をしなさい。で、寝てばかりいるのに食欲が落ちなくて食べてブクブク太ってくると、これも注意をしなさいということです。それから妄想とか幻覚を伴う場合もありますが、こういった精神病のような症状を伴う方も双極性障害を示唆する一つの特徴と言われています。でまた若年発症、25歳未満で発症したうつ病の方というのは将来双極性障害に診断が変わる可能性があります。でまた年間2回以上うつを繰り返している方、うつのエピソードが多い方はですね、双極性障害ではないかということを慎重に検討する必要があると思います。で、抗うつ薬が無効な方、あるいはもうすぐ効くんだけれどもその効果が持続しないで、途中で効果が、なくなってしまう、こういった方も双極性障害を示唆する一つの臨床特徴というふうに言われておりまして、まあ、私はですね、睡眠や食欲について皆さんがお持ちの概念があると思うんです。眠れないとかですね、食欲がない、これが実はうつ病の特徴なんですが、そうではない過眠あるいは過食に陥るようなうつ病とは真逆な若者を見たら双極性障害を疑ってですね、元気だった時にあなたはどうだったのか、睡眠時間は何時間あれば足りたのかとかですね、その時の社交関係はどうだったのか、お金の使い方はどうだったのか、こういった元気だった時のエピソードを丹念に聞くということが重要な点ではないかというふうに思います。まあ、初発のうつ病の少なくとも 10% は双極性障害と診断が変更されるというような研究報告もございますので、まあ、治療経過を慎重に観察すべきということは昨今強く言われているところでございます。さて、ここから治療の話に進んでいきたいと思います。双極性障害の治療目標は先ほど申し上げましたけれども、再発を防いで安定した社会生活を送ることにつきます。まず、躁状態をに患者さんが陥っている場合はですね、これを早期にコントロールして、社会生活への影響を最小限にとどめることが必要になります。まあ、皆さん、双極性障害、双極1型障害の方で、会社で躁状態を呈されたまあ、そういった社員の方に対応したご経験をお持ちの方はよくわかるかと思うんですが、この方たちはですね、一度でも躁状態を会社で呈してしまうと、その後会社での居場所が非常になくなってくる。この人をですね、たとえ良くなって会社に戻ってきてもですね、引き受けようという職場がなかなか見つからないなんていうことが起きてくるわけです。仕事をなくしてしまう、あるいは転職を繰り返す、そうこうしているうちに経済的に困窮してきて、中には離婚を迫られるようなケースもございます。社会的生命が失われていくことを、とにかくそうならないようにしていくということが一つ重要なポイントかと思います。なぜそうしなければいけないかというと、躁状態で散々この方たちが行った逸脱行動の記憶は、そのままうつ状態に持ち越されるわけです。自分がやったことをうつ状態の時には激しく後悔します。で、自責的になります。こんなに迷惑をかけてしまって自分には生きている意味がないと。自殺のどうしても考えやすい病気であります。双極性障害は。なので、うつ状態に陥ったらこれはこれでもできるだけ早く収束させることが必要で、そうでなければ自殺のリスクが増してくるということになります。で、双極性障害の治療薬、これは薬物療法はもうほぼ必須とお考えいただきたいわけです。双極性障害を心理療法だけで、治すと、改善するということはもうほぼ不可能だと思います。で、その時に使うお薬は、たとえうつ状態であっても気分安定薬というものが必要になっています。これがうつ病との治療薬の大きな違いです。で、まず再発率の方から見ていきたいんですけども、ブルーが、躁病から一旦回復した方、緑がうつ病躁から回復した方が、その後どのくらいの期間で再発してくるかというものを見ているんですが、半年で大体 20% から 30% の方が再発してしまう。
で1年で 50% から 60%。で5年で見ますと8割以上の方が再発しているということがこのグラフから読み取れるかと思います。これはもう30年近く前のグラフなんですけれども、実際現在これが大きく改善しているかというと、最近のその最新の論文、2021年の論文を読ませていただいてもですね、ものすごく改善されたということがまだちょっと言い切れないわけです。つまりこれだけ再発をしてしまうということは、会社で安定した期間まとまって働くということが難しくなってくるということを、まあ、お示ししているわけですよね。再発を繰り返すたびに働ける分子がどん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 減っていってしまって、最終的には職を失ってしまうということは、この再発率の高さを見ていただいてもお分かりいただけると思います。それからこれは自殺のリスクであります。双極性障害、単極性うつ病、そしてその他の精神疾患における自殺率、自殺起訴率について見ています。左側がアメリカのデータで、右側がイタリアのデータであります。左側は双極性障害とうつ病とその他の精神疾患の自殺起訴率を見ておりますが、うつ病に比べて双極性障害約倍、2倍の自殺起訴率があることを見ていただけるかと思います。右側のイタリアのデータですが、これ緑色は自殺率です。で右側は自殺を企てたという自殺起訴率ですが、双極1型障害、それから双極2型障害、これがうつ病に比べてですね、3倍から4倍自殺率、あるいは自殺起訴率が高いということが読んでいただけるかと思います。つまりうつ病は自殺対策を考えるのに非常に重要な疾患ではあるんですけれども、双極性障害はそれにもまして自殺予防に対しての注意が必要な疾患だということが、まあ、ご理解いただけるのではないかと思います。ではうつ状態で治療にはどのように導入したらいいんでしょうか。私たち専門医に紹介をしていただければそれに越したことはないんですが、専門家の知恵を借りてみるように進めてもなかなかこれはうまくいかないこともございます。それよりはですね、ご本人が最も苦痛に思っていることを取り上げて進めてみる。例えば仕事に集中できなくなったんだとかですね、それから仕事のミスが増えたとかですね、人間関係がうまくいかないというよりは人と関わるのが億劫になってきてしまったっていうようなことが、困っている症状としてお口にされるんじゃないかと思うんですが、こういったことを取り上げて進めて、それから眠れないこととか食べられないこと、これは非常にお話がしやすい部分かと思います。身体的な不調があればそれを理由に進めてみるし、出勤ができていないとか仕事の場でも具体的にこう生じている問題を取り上げても、こういうことが起きているからそれはやっぱり一回専門家に相談した方がいいよという形で受診を進めていただけるといいのかなと思います。実はそう状態の治療導入は非常に難しいございまして、でご本人は基本的にそう状態を絶好調だとしか捉えていないものですから、まず基本的になんで病院に行かなければいけないんだというところから多分話が始まると思います。眠らないとかですね、食事を食べないで動き回ることも多いものですから、だんだん痩せてこられたりするわけですが、その体の問題を取り上げるっていうのは一つのやり方かと思います。これ過去にですね、うつのエピソードがすでにもあった方の場合、うつ病というふうに把握してたんだけれども、その後そう状態が明らかになってきた、こういった方の場合はうつの時のエピソードをですね持ち出して、もう一回その際こんなに元気すぎるとその後また反動で鬱になるんじゃないか、それが怖いよというような話をしていただくのも一つのやり方かなと思います。で、家族や周囲が面倒を見られる状態ではないときは入院を原則とすると書いたのは、これをそのまま放っておくとこの人の逸脱行動がどんどんエスカレートして周りが困るばかりでなく、ご本人の社会的生命が失われてしまうからです。社会的生命が失われた後にですね、うつに陥った後、やはり自殺の危険が増すということになりますので、この時にはどういう形にするか、ちょっといろいろ知恵を絞っていただくことになると思いますが、入院を原則とする、そのためにどうしたらいいかということを考えていただくということはいいと思います。で、双極性障害の治療はリチウムというものを使います。ここにある車とかですね、スマホを取り上げているのはこのこういった電池に使われているものと基本的には同じです。リチウムなんですが、
この電池を舐めていただくわけではなくて、炭酸リチウムという薬の形にして患者さんには飲んでいただいています。まあ、爽と鬱という全く真逆の気分の状態の改善とか、それらの気分状態の予防に対しても効果がありますし、まあ、一部の研究ですが、自殺予防効果もあるということも分かっています。ただし、10年の単位で天気を見た場合はですね、リチウムだけでこの病気が完全に予防できるかというと、なかなかそう簡単にいかなくて、まあ、大体せいぜい3分の1ぐらいではないかというようなことが言われております。そこで今は各種いろいろなお薬が使われております。気分安定薬であると、まあ、今お話したリチウムのほかに、その下にあるバルプロ酸とかカルバマゼピンとかアモトリピンという薬は、これはいずれも転換にも使われるお薬です。から2番目の非定型抗精神病薬というお薬も非常によく使われておりまして、これはもともと統合失調症という病気の治療薬で、幻覚や妄想に対する効果が高いんですが、気分を安定化させる作用も非常にあるということで、今これらのお薬もメインになって使われています。オランザピン、アレキプラゾール、クエチアピン、ルガシトンといったお薬が代表的なところかと思います。私も産業医をしているんですが、産業の先生たちの講習会に行ってですね、双極性障害の診断がついているのにリチウムが処方されていないが大丈夫かっていうのは質問をこの間受けたんですけれども、今これらさまざまな薬を組み合わせて使っているという、まあ、そういう現状がございます。まあ、それに加えてですね、心理社会的治療を行うということになっています。心理教育、つまり双極性障害というのはどういう病気かということをきちっとご本人とご家族にですね、認識、把握しておいていただくということが、これはもう欠かせない要件ではないかと思います。まあ、これは私ども専門医、治療をしている主治医が行うことだとは思うんですが、産業保険の現場で実務をやっていらっしゃる方たちにもですね、折に触れて、まあ、お勉強していただいて、こういったことをですね、社員の方と、双極性障害の社員の方とお話をしていただけるといいのかなと思っております。そうでないとですね、うつ状態についてはご本人たち非常に敏感なんですけど、そう状態の危険性をなかなかこう認識していただけないというところがございまして、これは折に触れて、いろんな形でこの方たちに働きかけていく必要があるのかなと思います。認知療法、認知行動療法というのは先ほど井上先生からもお話があった通りです。まあ、その他に対人関係リズム療法と、まあ、特にリズム療法のところに青で強調しておきましたけれども、まあ、対人関係や病気に対するストレスを軽減させるとともにですね、生活のリズムを規則正しく整えるということが、この病気を安定化させるためにとっても大事なんです。元気になってまいりますと、患者さんは夜眠らなくても平気になってくるので、どうしても夜更かしをしがちになるんですが、もう生活のリズムを規則正しく整えるということが非常に重要なポイントかなというふうに思います。まあ双極性障害治療の心構えと書きましたが、今お話した通り、本人家族が病気をよく理解する、そしてぜひ病気を受け入れていただきたいわけですね。で、再発予防のお薬を内服して、どうしても再発率の高い病気なんですけども、それをできるだけ低く抑えるようにしていただきたいと思っています。から薬は長い期間飲んでいただくことになるわけですから、左右副作用の知識を持っていただきたいと私は思っています。で、それから患者さんに 100% を目指さないということを指導することも大事で、ご本人が 100% と言っているときはもう大体そう状態になっております。まあ、ご本人の感覚でですね、 60% とか 70% ぐらいと言っていられるところが、まあまあいいところじゃないかと思いまして、 80% と言っているときは私はかなり警戒をいたします。で、これも先ほど申し上げた通りですが、初期兆候ですね、特にそう状態の初期兆候はご本人にも知っておいていただきたい。最も分かりやすいのは夜更かしかつ早起きです。これが出てきたらもう本当に注意をしていただきたいと思っています。私は患者さんと会うときによく眠れてますかって聞き方はしておりません。何時に寝て何時に起きていますかということを具体的に聞かないと、この方たちの睡眠のリズムというのはつかめないと。まあ、ちょっと非常にこれは患者さんがご自分で書いた生活記録表なんですね。この色鉛筆で書いてあって、非常に、まあ、なんて言いますかね、今のデジタルの社会からは、時代からはちょっと、まあ、非常にアナログなものですけども、これ見ていただくと、これ患者さんの同意を得て、スライドとしてお示ししていますが、大体8時過ぎぐらいに毎日朝起きています。
それから夜の10時ぐらいに寝ていることが分かっていまして、これで睡眠覚醒リズムが安定していることが分かりました。しかしですね、この方はこれだけ生活リズムが安定していますけども、私はまだこの方を復職、この時点、この記録表を書いてもらった時点では復職のお話はまだしておりませんでした。ちょっと色が見にくいんですが、午前中うとうとしたりとかですね、ゴロゴロしたり、テレビやビデオを見てる時間が長くて、まあ、うちの中でですね、何もしないでいる時間が長いわけです。で、この状態ですと、まだちょっと職場に行くには、非常に疲れやすくて仕事が続きませんので、これからもう午前中もちょっと出かけられるようにというようなことを少しずつお勧めをしていく、まあ、そのくらいのレベルのことかなと思っています。こういうことを書いてきてもらうと、患者さんとお話が非常にしやすいんではないかと思っています。まあ、双極性障害の方はですね、まあ、関わっていく中でいろいろ難しい点があるんですが、この方たちが非常に悲しみを抱えているんだということを最後にご理解いただきたいなと思って、このスライド1枚だけお出しさせていただきます。もともと元気で友達も多くて社交的で高学歴で順調に就職してきた方が多いです。で、重要な仕事を任されて周囲の評価も高くて必要とされる存在であって充実した人生をある時期まで送ってきます。ところが双極性障害を発病した後は夜更かしが禁止、お酒もダメ、毎日服薬、定期的に通院、仕事は制限、責任を持たせてもらえず、生きがいを感じにくいという、まあ、こういう状態の中で仕事をしながら病気とも戦っておられるわけです。周りの方々にはぜひともこのことを理解していただきたいなということを申し上げて、私のお話を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。